どうでした？トレーニング。いや、しんどいです。普段そうなんかね、鍛え、あ、キックボクシングはちょっと行ったんですけど、最近その先生とのスケジュールが合わなくて行ってないんですよ。久しぶりに運動しました。はい。いや、しんどい。何がじゃあ一番きつかったですか？いろいろやりました。あ、耐えるやつですかね、体幹。あ、でも走るのもきつかったですね。根性だけはあると思います。体力ももともとある。いやー、それはバチンコ長く打つってことは、まあ、2体力みたいな。あ、確かに。メンタルは強い。いや、弱いですよ。根性とメンタルは違うじゃないですかね。わかんないですけど、一応女の子なので。いや、どうする女の子なので。ちょっとなんか弱い。弱いんですよ。すぐ泣いちゃうんです。2019年、抱負というか、2月で30になるので、どうしましょう。設定上30とか。設定だったら私25とかにしてます、多分。私やりたいこと見つけてきたんですよ。エアリアルシルク。響きエロくないですか。エアリアルシルク。いや、あの、こうスポーツ系です。スポーツ系な、運動じゃないんですよ。エアリアルシルク、スポーツというか、なんていうんですかね、リボンみたいなのがぶら下がってて、それでヨガやったりとか、ぶら下がって体幹鍛えたりとか。じゃあそれみんなでやる。みんなで。うえぇ、楽しそう。すごい嫌なそうな顔してますけど。じゃあまあいろいろやっていきましょうってこと。はい、他にもいろいろやりたいこと探してきます。はい。なんかこれほどいろんなことに挑戦させてもらえる番組ないんで、普段できないこといっぱいできるんで、便乗しようかなと思い始めました。じゃあ企画もお願いします。1年間ありがとうございました。ということで、良いお年を。